もうちょっと誰だ。うわチャンネル登録お願いします。ワインディンゲ。お父さんはこれ見てわかります？大体大体これを食べたいな。あれ食べたい。お父さんこれが美味しそうだって。これから私がお土産に買ってきた台湾のカップラーメン5種をお父さんに食べてもらおうと思います。不行我要讲中文不然让爸爸吃吧。我今天帮爸爸买的泡面有一个特别的是麻辣臭豆腐，这些在日本吃不到的，给爸爸吃吃看。お父さんの人生初の台湾カップラーメン。今この中で食べたいのはこれ。これが食べたい？見た目的に。見た目的にこれ。お、マヨジを選んでくれた。マヨジです。果たしてお父さんは大丈夫でしょう。美味しく食べていただいてるんですが、お味は？うん、おかわりスープ。まさかアルコールが効いてるんだろう。どうですか？まあ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 思ってたよりはちょっと不満。ちょっと不満。じゃあ続いてはこちら。どうですか？薄いんだよ。薄い。味が水多いんじゃない？こんなもん。いや台湾人はこんなもん、うん、お父さんたちは日本の濃い味の味付けに慣れてるからこれが薄く感じると思う。薄くない。私はインスタのラーメンを作る自信もあるから。はい、じゃあこれは豚。どうですか？この最初に食べたんだ。あ、意外と豚が一番いい。スープがいいと思います。バランスはこれでいい。おー、山菜猪肉麺。これはスープがないね。辛いよ。スープがない乾麺。うん、どうですか？美味しくない。独特な味がする。スターサーかな。まあ、日本にないもんね、調味料が。ダメ。お父さんのこの顔。もう全部食べた？全部食べたよ。最後にお父さんが一番食べたいと言った、これは絶対食べなきゃいけない。一口だけ、一口だけ。え、匂いはどう？いや、匂いは大丈夫。え、どうですか？おっ、え、スープは、スープは、スープは、あと豆腐あるよ、豆腐、豆腐ある、豆腐。はい、スープを。お、え、え、臭豆腐？で、逆に私はいけないよ。私は匂いがダメなの。お母さんはずっと頭ダメ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 って同じ作ってて。どうですか？5種類。5種類の中ではこの最後のやつ。どうぞ台湾に住みましょうよ。夜市に行くと冬に匂いだね。インスタントラーメン食べたことない。めっちゃ夜市の本当に臭いけど臭豆腐の匂いがする。もうこの家はもう夜市だよ。おお、すっごい匂いだね。あ、これだけだ。あ、でも臭いわ。匂いの原因はこれだもん。インスタントラーメンの、あの日本のやっぱりそのスープがやっぱり染み込んでるから、なかなか馴染めない。どこが日本のスープと違う？まああと日本のインスタントラーメンには使われない香辛料がいっぱい使われてるから。香辛料はやっぱ合わない。それぞれの食文化だ。そうそうそう、食文化あるから。だってお母さんが作ったスープ飲んでさ、味濃いねって言ったじゃん。だからやっぱりちょっと味の濃さはさ、日本と台湾では違うよね。鶏、このスープ、スープ飲んでみ。薄くないって、全然薄くないって。もう一口飲んでみて。お願い、お願い、一口でもう一口だけ飲んでみて。薄くないって。なんやねん。全然、これめっちゃ美味しいよ。よかった。一番嘘をつかないお母さんに食べてもらいましょうさ。美味しいでしょ。美味しいだろ。マヨジスープ、スープも一口だけ飲んで。これはいける。美味しいよね。美味しいよね。マヨジはみんな OK だ。そう、これは山菜。山菜、高菜、高菜。
スープも。これダメだ。はい、じゃあこれの牛肉。これお母さんが苦手な八角が入ってるから。はい、それ。はい、これ臭豆腐。記念に記念に。やっぱりダメだ、やっぱりダメだ。大丈夫、これ臭豆腐早く何とかもゼリー食べきらないと、この提案に充満しても私たちはここで生活できない。これも普通にこれの方がまだ食べれるね。これが一番美味しい。私もそう思う。臭豆腐は強烈だ、うん、ほらこんな具材がいっぱい入ってるのはいいでしょ。日本にはない、ね、そうそうそう、日本はほとんど調味料、うん、もうしっかり肉、こういう肉とか、それがすごいすごいよね。やっぱり台湾の特徴ね。あと開けよう。ただのインスタントラーメンなのに開き中。みんなに台湾の味を食べさせたいと思います。それから台湾のインスタント麺を5種類食べてもらおうと思います。どれから行きたいですか？トカンでこれ。本当？うん。あ、これ美味しいよ。意外とあっさりしてる。見た目より。酸っぱくはない。いける、うん、いける。美味しい。美味しい。次は鶏肉。うん。料理酒も。独特。さっきさ、チキンって言ったじゃん。鶏ではない。鶏です。本当に？うん。匂いが台湾。うん、台湾な匂いがするこれ。でも美味しい。美味しい。あっさり。次は牛肉？食べたよ、牛肉麺は。台湾で好きだった。サービスいいね、お姉ちゃん。美味しい牛肉麺のインスタント麺もいただきます。麺が平べったいね、台湾のカップヌードル。うん、太さはいろいろある。もっと平べったいのもあるし。美味しい。美味しい。これ、え、牛肉は？ほろほろ。ほろほろ。これが今のところ一番好き。じゃあ乾麺。汁なし。汁なしバージョン。はい、どうぞ。いただきます。山椒？山椒？うん。ちょっとそう入ってる、うんうん、そうそう。辛くてちょっとしびれる感じ。全然いける。全然いける。うん、辛くない。辛くない。あ、そう。で、後から来るのかな。そうだよね、だってさ。5種類って言ってるのに4種類しかないんだよ、ここ。なんかトリックですか？あれは女一緒に作ったらもう全部の匂いに勝っちゃうから。さっき見たやつかな。もう匂ってる。まだ開けた方がいいんだよ。独特です、台湾らしいです。そう、そうでしょ。登場です。登場。なんかさ、夜市でさ、感じた匂いほどはきつくないね。あそこすごい匂わなかった。あ、でも来た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 。だよこれ。窓を開けた方がいいね。うん、なんかね。どうですかこの匂い。うわ。初体験。これ食べてなかったらちょっと台湾来た言えないね。いただきます。豆腐ある。あら、豆腐食べてくださいね。鬼だよ、鬼。どうぞ。味はいけるな。スープ、スープ。あ、味はいけるよ。あー、台湾住めるタイプだ。豆腐食べて。豆腐はもともとあんまり食べない。豆腐がさ、結構ゴロッと入ってんの。これ、はい、豆腐それ1個食べて。北のラーメンは本当にそこまで具もちゃんと作っててすごいな。すごいよね。ね、なんかこの豆腐は何か入ってんの？匂いほどこう、うわっていうのは来ないね。私でもこれよりこっちが好きかもしれない。あ、そう。え、順位が。でも急になんか良い位置来てる感じだ、うん、でもこれ美味しいと思う？美味しい。好んで食べ、好んで食べるのはこの辺かもしれないけど。食べてって言われたら、いただきますって言って全然最後まで食べれる。食べて。もうお腹いっぱいだよ。でもやっぱり匂いきついもん。でもね、ずっとここにあるじゃん。麻痺してんの、匂いがもう。愛ちゃんも台湾に住めることが判明しました。次はね、じゃあ台湾で今度は本場の臭豆腐食べましょう。早く窓を開けます。バイバーイ。換気換気。救急車呼びます。ちょっと待って。心の登録お願いします。ファインディング。